ちは、ゆうひこです。5月25日の水曜日に健康診断がありまして、終わった後はそのまま釣りに行ってみました。今年はこれまでほとんどイワナが釣れてなかったのですが、私の動画を見ていただいている竹春さんから、そろそろ片品村の菜の花ポイントがいいというような情報をいただきまして、イワナを狙いに行ってきました。時期的に片品川の本流もそろそろ良くなる頃かなとも思っていたので、支流でイワナを釣った後、片品川本流に移動してヤマメを狙ってみることにしました。それでは片品村の片品川支流、それとイブニングは昭和村、片品川本流での釣りの様子をご覧ください。今日は片品村の片品川支流に来ていました。時刻は午前11時。まずはちょっと上流部のイワナを狙って、夕方には下流に移動してヤマメを狙ってみたいと思います。まずは12番のグリズリーパラシュートでやってみたいと思います。
夕方は片品川本流でやってみたいと思います。この流れでショートロットっていうのはちょっと失敗だったかもしれないですが、ひとまず10番のグリズリーパラシュートでやってみます。それではやってみましょう。